コロンバスはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の51番艦。艦名はオハイオ州コロンバスにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはボルチモア90巡洋艦7番艦以来4隻目。コロンバスの建造は1986年3月21日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1991年1月9日に寄港した。1992年8月1日にマーガレット・デマース夫人によって命名、浸水し、1993年7月24日にカール・ M ・スメーフ・ジュニア艦長の指揮下収益する。コロンバスは建造後の成長訓練の後、1994年6月にエレクトリック・ボート社で信頼性試験を完了した。 艦は9月に新珠湾で太平洋艦隊潜水艦部隊に合流した。コロンバスは1995年後半から1996年前半を通じて太平洋西部へ展開し、第7艦隊の1ユニットとして様々な作戦活動に参加した。2006年4月中旬に艦内での虐待事件が発生した。乗組員7名が2名に対する攻撃、いじめ、 職務怠慢などで訴追された。指摘された7名は上級上等兵装から5丁までの階級にあった。状況に関する完全な報告書は5月30日に提出された。海軍は6月13日にコロンバス艦長チャールズ・マルケス中佐を専門環境における適切な標準を確立し維持する能力、乗組員に対して安全かつ肯定的で秩序の 保たれた環境を提供する能力に欠けるとして、解任を発表した。マルケス中佐に代わって、オハイオの前艦長ブライアン・マカルバイン大佐が艦長として一時的に着任し、数ヶ月後にジェームズズ・ディ中佐が艦長に着任した。コロンバスは、ワシントン州ブレマートンで近代化改修を受けた後、2006年12月22日に母校を真珠湾に移転した。 ありがとうございます。